左から、秋山俊幸東京都副知事、市原、ティモシー・ヒッチンズ中日英国大使、鳥、原光則、マルコス・ガウボン中日ブラジル大使。市原と鳥原が抱えているのはそれぞれ、ウェンドックとマンデビル。2012年12月、中日英国大使皇帝にて、市原則行は、広島県東広島市出身の元ハンドボール選手。 元日本男子代表選手、代表監督。現日本ハンドボール協会副会長。日本ハンドボールリーグ機構会長。日本トップリーグ連携機構専務理事。日本オリンピック委員会専務理事。2016年に広島産業高等学校の理事長に就任。広島産業高校では暴れん坊の格闘技好きで退学寸前となるが2年の時。 生活指導の先生に勧められたハンドボールを始める。広島商科大学小学部商業学科卒業後、大崎電気ハンドボールクラブで活躍。一旦現役選手を引退式教。瀬戸内高校教諭を3年半務めた後1969年、職を辞し、枠永製薬ハンドボールクラブの総部に参画した。選手復帰しパワフルなプレーの主力選手として、 ハンドボールの4大タイトル優勝を5回に貢献。チームが大阪から創業者、枠永満氏の郷里広島県高田郡高田町に移った1976年からは監督として、1980年からは部長として、計20回の優勝をもたらした。また日本代表選手として1962年の第1回世界選手権出場などで活躍した。 日本のトッププレイヤーでもあり1983年には全日本監督に就任。選手の自主性を育てる指導法で酒や門限も解禁し、韓国に勝って突破したロサンゼルスオリンピックアジア予選は今も語り草となっている。ロサンゼルスオリンピックのあった1984年5月、全日本を率いて当時の世界王者、 ユーゴスラビア代表と代々木第一体育館で戦った試合は2日続けて超満員の観客1万人を集めたことで知られる。1985年から全日本実業団ハンドボール連盟理事長。その後も日本ハンドボール協会専務理事を経て2007年現在同協会副会長を務め、実務のトップとして運営に当たる。 日本オリンピック委員会では1996年、アトランタ、2000年シドニー、2004年、アテネオリンピック大会と連続して本部役員を務めるほか、JOC 常務理事兼選手強化副本部長、JOC ゴールドプラン委員長を務める。また2005年には日本トップリーグ連携機構の設立に尽力し、専務理事に就任、各リーグの連携を通じて、 国際競技力向上の実務を担当する日本スポーツ界のリーダーの一人である。2009年4月、日本オリンピック委員会の専務理事に就任。ハンドボール関係者が JOC の実務のトップ、専務理事に選任されるのは初めて。2006年アジア競技大会日本選手団総監督。2008年北京五輪日本選手団副団長。 2010年アジア競技大会、ハッサン・ムスタファ会長にも自家判し、舞台裏で東京開催の実現に駆け回った。2007年暮れからのハンドボールバブルでは一躍脚光をアビメディアに引っ張りだこであった。2020年、朝日ヒ小受賞受賞その他、枠永 OB の田場雄也が故郷沖縄で立ち上げたハンドボールチーム。 琉球コラソンの特別顧問を務めるほか、JOC 加盟団体審議委員会委員長として、2007年から役員人事での派遣争いで混乱が続く、日本バスケットボール協会騒動の事態収集にも当たった。ありがとうございます。